はい、どうも、ダケース。俺たちがブームを作る、ウォーターボーイズムーブです。今回は毎月恒例となっております、4月発売の気になるボードゲーム紹介。最近はここで紹介したゲームをね、購入して遊ぶということが減ってきているので、紹介したゲームをね、遊んでいきたいなと思っている、今日この頃でございます。それでは、レッツゴー。1つ目はオリフラム2グレン。プレイ人数が3から5人でプレイ時間が20分、価格は2400円になっています。こちらのゲームは2020年フランス年間ゲーム賞を受賞したオリフラムの続編になっています。オリフラムというのは王旗という意味らしくて、この戦い戦争に勝利して旗を勝ち取るというそういう感じだそうですね。このゲームはさまざまな効果を持ったカードを駆使してね、ポイントを集めていくというそういうゲームになっています。で、このゲームのシステムは順番にね、カードを1枚ずつ裏向きにして並べていきます。横にね、横にこうずらーっと並べていく。結構右に置いてもいいし、左に置いてもいい。それを一周しますと、全員が置き終えたら決まった方向からね、カードを処理していきます。表向きに向けてカードの効果を発動します。で、この時ね、カードの効果を使わないという選択も取ることができます。これを繰り返していって、カードの効果でポイントを獲得していくというゲームになっています。いつどこにカードを捨てるか、いつのタイミングで効果を発動するかっていうのがね、すごい大事になるゲームになっています。戦略性がね、とても高いゲームになっているので、そういうのが好きだっていう方はね、本当におすすめできるゲームになっています。こちらのオリフラム2グレン単体でも遊ぶことはできますし、前作のね、オリフラムのカードを混ぜて遊ぶこともできます。ここカードの枚数が増えるんで、よりね、カードの効果が増えるということは難しくなる、よりね、難しくなるんで、こうやり慣れた人でやっていくと、またね、さらに面白い展開とかがね、あるのかなと思います。僕は以前、三重県津市にあるボードゲームスペースサンタスさんで、このね、前作のオリフラムを遊ばせていただいて、これね、めちゃくちゃ面白いゲームだったんで、本当にね、ぜひやってみてほしいゲームの一つになっております。2つ目のゲームはパンドラの猫。プレイ人数が3から6人で、プレイ時間が10分から30分、価格は2000円となっております。魔女の家から猫が逃げ出した、世界の秩序を守って高得点を狙うか、魔法で世界をひっくり返すか、大富豪の革命要素をギュッと濃縮したライトで戦略性の高いゲームです。元任天堂社員の方がこだわって作ったカードゲームになっています。それではどのようなゲームか、サクッとルールを説明していきます。まずは各プレイヤーにカードを4枚配ります。次に全員が手札から1枚カードを伏せます。最初の手番の人からカードをオープンして、カードの効果を処理していきます。これを3枚伏せるまで続けていきます。で、3枚カードを伏せ終わったら1ラウンドが終了となります。で、その後ね、得点計算に移ります。場にあるカードと手札のカードの底の合計点が自分のね、持ち点となります。で、通常はこの持ち点が一番高い人が1位、次は2位っていう風にね、順番がつきます。でも、パンドラの猫というカードを2枚以上持っているプレイヤーがいた時は、大富豪である革命が起きるんです。点数が低い人から1位という風になります。で、この順位ごとに得点というのが決まっていて、こう何ラウンドも何ラウンドもやって、最終的にこう12点先に貯めた人、獲得した人が勝ちとなるゲームになっています。少ない枚数のカードで、ね、遊ぶことができるライトなゲームかなと思います。で、このね、パンドラの猫というのがね、本当に番狂わせを起こす、うわーってなる、そういうカードになっていて、結構ね、それが頻繁に発生するゲームなのかなと思ってます。あとはね、このカードの効果があるので、その、ね、自分の持ってるカードを伏せる順番とかね、がすごい重要になってくるのかなと思ったりもしますね。絵も可愛らしい感じになってるので、ぜひ購入してみてはいかがでしょう。3つ目のゲームはカートグラファー。プレイ時間が30分から45分、プレイ人数が1から100人、価格が2400円となっております。100人まで遊べるのって衝撃を受けたゲームなので紹介しようと思いました。このカートグラファーっていうのはセーズ化っていうね、意味らしいですね。ランダムに引いたカードの地形を、自分が持っている地図シートと言われるシートに自分でね、手書きで書いていく、そういうゲームになっています。こう珍しいですよね。こう言葉とか書くゲームはあるんですけど、地図にね、自分に直接こう書くというゲームは珍しいなと思います。神殿の廃墟や金貨の地形を自分のね、地図シートに書いていって、より良い高得点の地図を
制作しようというゲームです。女王からの使命を達成することで名誉の星というのを獲得することができるんですけど、時にはね、このね、モンスターが出現して邪魔をしてくるということが発生します。4つの季節、4つのラウンドを通して最もね、より良い測量をしてより良い地図を作った人に王国最高の褒美が与えられます。ドイツ年間ゲーム大賞2020にもノミネートされている注目の話題作です。ちょっとね、珍しいゲームなのかなと思ってすごい気になっているゲームの一つです。これ、ね、やっぱりね、こうモンスター出現とかは隣の人とか周りの人がね、多分邪魔して地図に書いてくるんだと思うんですよね。まあそういうので白熱する、そういうゲームになっているのかなと思います。4つ目のゲームはフラット、コードギアス反逆のルルーシュ。プレイ人数は2から5人で、プレイ時間は30分、価格は3300円となっています。コードギアスの真剣衰弱ボードゲームになっています。コードギアスはね、僕の好きなアニメでもあるんで、うおーコードギアスかーってなってね、やってみたいなと思ったゲームの一つです。フラクトというのはね、真剣衰弱を元にしたゲームのことを言うそうです。プレイヤーカードの能力を駆使しつつ、自分自身のね、記憶力と運をね、武器にカードを集め勝利を目指します。そのね、プレイヤーカードというのがね、そのコードギアスのね、そのキャラクターとかが出てきて、そこにね、こう能力とかがあって、そういうのをね、こう使いながら、うまくね、使いながら、まあ、真剣衰弱を行っていくという、そういうゲームになっています。真剣衰弱をベースにしたゲームになっているので、こう、ね、初めて遊ぶ方でもすぐにね、ルールを覚えて遊ぶことができる、そういうゲームになっています。コードギアスのね、キャラクターの能力をどのタイミングで発動させるか、どのカードを狙ってめくっていくかとかね、そういうところでこう戦略性がまたね、出てくるゲームになっています。またね、この真剣衰弱なのでね、記憶力がすごい大事になっていくので、まあ自分自身のね、こう力というかそういうのも発揮できるね、そういうゲームになってます。僕もコードギアス好きなんですけど、まあ、そういうね、コードギアスが好きだよっていう方にはかなりおすすめできるゲームになっています。それでは5つ目、月面探検。プレイ人数が2から5人、プレイ時間が40分、価格が2200円になっています。全世界で20万部の大ヒット作、回転探検がやりごたえのある協力ゲームになりました。プレイヤーは一丸となって協力しながら、月面の中で決死のね、物資回収ミッションに挑んでいきます。磁気嵐が巻き起こり、酸素がね、枯渇する中、クルーたちは生き残ることができるのか。以前海底探検をね、購入して遊ばせていただいたんですけど、めちゃくちゃ面白かったですね。海底の次は月面かという感じなんですねまあ同じように酸素ない世界ということでね。で、今回協力というので、前作はこうね、争いながら酸素をね、使ったりとかするんですよ、邪魔するためにとかね、そういうのしてたんですけど、今度協力っていうのがね、またね、どんな感じのゲームか、すごいね、楽しみだなというのは思います。月面に取り残されたみんなは物資をね、地球から供給してもらうんですけど、そのね、物資が月面に散らばってしまって、自分たちがね、基地から外に出て、その物資を回収していくというゲームになっています。まあ、海底探検でもね、おなじみのこう酸素ゲージがあってね、そこを気にしながらやっていくという、ハラハラドキドキするゲームかなと思います。また、拡張セットはね、あのね、宇宙兄弟とコラボしてるんですね。箱が宇宙兄弟仕様であったり、カードがこうムッタとかね、ヒビキとかが入っているカードがあります。めちゃくちゃ気になるゲームなので、ぜひ購入してみてはいかがでしょう。以上が僕が気になる4月発売のボードゲーム5つでした。4月発売のボードゲームはね、すごい気になるものが多かったんで、購入してね、遊んでいきたいなと思っています。このチャンネルはウォーターボーイズ、ボードゲームの魅力を伝える、そういうチャンネルになっています。よかったと思う方はグッドボタンとね、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上。